ミセスキーでしょリ日韓レフリーでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう今日は楽しみで楽しみでしょうがなかったんですが、ね、もうね、日韓さんのレフリングはもう楽しくて、こうリアクションが大きいんですよ、ね。そんな表情豊かなんですよね。そんな褒めていただいて大丈夫かな。大丈夫かな。大丈夫かな。どこのリングに行ってもそういうレフリングをしてくれるので、当然レスラーの人たちもその戦いは見るんですけど、その脇でこの日韓さんがレフリーしてすごく私は気になるんですよね。やれたことない。そうなんですか。やれたことないです。本当ですか。本当私楽しみだね、日韓さんの。ありがとうございます。ということで、今日のね、タイトルを申し上げましょう。はい、明るく楽しく激しいレフリーね、ブレイクブレイクブレイク。最近矢野さんがね、はい、ロープの外に出てブレイクブレイクブレイクって言っている。そういうのちょっと撮らせていただきました。はい、いつも笑顔で厳しいレフリング、リー日韓のレフリーの登場でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。カメさん、なんか今日カミカミで、そんななんか大好きな女性だった状態だった。緊張してます。もう憧れの人なんで。いえ、どうでもない。加瀬先生以来。すいません。そんなあの時はだからなんかで怖い。あ、そう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 、緊張で。今なんか素敵なレイディを前に誰か恥じたりしちゃって。すいません。恥じたくなりますね。男って分かりやすいですね。すいません。デビューという時はカリカリしないと。また失礼だ。滑らかに。すいません。ということで、リニカさんなおということで、最近の活動教えてほしいんですけども、はい、それはもう全日本プロレスが中心ですね。そうですね、うん、はい、全日本さんが軸で、はい、あと全日本に参戦してらっしゃる蔡選手のランズエンド、ランズエンド、はい、あと佐藤光選手のハードヒット、ハードヒット、はい、その3つに。佐藤さんのところもやってるんですか、ハードヒットも、はい、ルールがちょっと違うんじゃないですか。はい、もう全然違います。ですよね。はい、どっちかというと有形のね。そうですね、またそこも一から勉強して今出させてもらってます。結構いろいろチャレンジするんですね。はい、チャレンジナウ、チャレンジナウ。チャレンジナウですね。ちなみにプロレス以外の活動で今なんかハマってることとか、なんか、日韓さんのなんかこう趣味とかあったんですか。あ、喫茶店巡りですね。あ、喫茶店巡り、ね。はい、喫茶店って言っても、うん、カフェとか、うん、今おしゃれなとこじゃなくて、うん、純喫茶に行くのが好きなんです。純喫茶ってなんか私よくわかんないんですけど、ちょっと風情だ、昭和っぽい。そう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 よね。で、コーヒー飲めなかったんです、本当に。その1、この 1,2 年前まで、で、コーヒーマイスターの勉強をして。すごいですね。コーヒー飲めないのにコーヒーマイスターの勉強して人に飲ませるのが好きなんです。このコーヒーはこれでってうんちくたれて。でもコーヒー飲めると味わかんない。で、喫茶店一緒に行って、みんなコーヒーこれ美味しいからこれ、このやつ飲みなって言って、自分はホットミルクって牛乳飲むんですよ。なるほど。面白い。あ、なんか資格をたくさん取られてますよね。なんかせっかく今まで、うん、休んでたことなかったんで、まあこの年ですし、なんか、うん、持ってた方がいいかなと思って、うんうん、はい、なんかコーヒーマイスターのね、あの資格もそうですけど、はい、あ、心理、メンタル心理カウンセリング、ね、メンタル心理カウンセリングって、はい、持ってますよ。できることいっぱいありますよね。レフリーもできるし。あ、そりゃそうか。それレフリー、レフリーもやってますよ。はい、ね、いろんなことができる、なんか器用な人か。いや、全然不器用なんで、人一倍勉強しないとダメなんだ。いや、勉強も、伊藤さんがすごい頭良すぎて、はい、自分ちょっと、伊藤さんすごい本読むもんね。本めっちゃ読みますし、ね、この間出してくれた時ね、私野毛の伊藤さんしか知らなかったから。それはもう、そう、それすごいですからね。何このテンション低いおっさんと思ったら。テンションめっちゃ高くて、デルリンの店に乗り込むって。本当ですよ。あれ、話があるし、伊藤さんって家にいる時ってどんな感じなんですか。やっぱりもうずっとゲームしてます。ゲームか、
ゲームが、うん、いや本読んでるか。あ、ゲームはすごい読みますね。あ、でもなんかこの辺のね、ね、おっしゃってましたもんね。そう、東野圭吾よく読んでる。そうなんですよ、自分も本で読まないのに、うん、漫画しか読まないのに東野圭吾はハマって、うん、映画は一緒に行ったりとかします、ね、東野圭吾さんの本も読みますし。あ、そうですか。漫画はどんなの読むんですか。あの本当少女漫画そういうのが好きで、ドラマ、韓国ドラマとかも好きなんですけど、だからもう伊藤さんと真逆で、 あと伊藤さんの変わった趣味、まあ、伊藤さんの話ばっかなんですけど、あ、いやいやいや、新聞のあのあれあるじゃないですか、数学の応用問題みたいな、はいはいはい、パズルみたいな、そうそうそう、あれやってるんです、日曜の朝とか。ええって思います。なんか伊藤さんコチコチ考えるのが好きそうですよね。理数系で数学が、数学で僕はあの大学受かったってずっと言ってたんで。あ、なるほどね。数読とか、数読、数読、そうそうそう、ね、やってますね、うん、やべえなと思いながら、やべえなやべえよと思って見てますけど。リッカーさんはあんなだろう、あの伊藤さんとは別になんか漫画を読むと他に何かあるんですか。うん、自分はずっと、自分は漫画読むかあ、そう、水回りの掃除が好きです。あ、水回りの掃除、イライラするとあのトイレとかを掃除しろっていう風にずっと言われてたんで、そうするとこうすっきりして、うん、誰にも八つ当たりしなくて、うん、でもそれで部屋が綺麗になるのがいいなっていうので、風呂を流し、トイレもうガンガンに掃除してます。ちなみにあのここでこういうこと聞いていいのか分かりませんけどあの伊藤さんの健康の日ですね。あ、でも喧嘩にならない、この間お会いしてて分かると思うんですけど、うんうんうん、もう本当にあんな感じの人です。あ、喧嘩にならない。私は怒って関西人なんでわーって言うんですけど、おっとりした東北人なんでそうなんだって、そうなんだって、もうとりあえず言いたいことを全部言わせたら、なんか私も本当でもいいかなみたいになってとりあえず、でもいいですね、そういうご飯食べようかねみたいな、うん、知らず知らずのうちに伊藤さんにカウンセリング受けてね。そうそう、ね、そんな感じですよね、多分本当にあのまんまの人なんで、あんまり怒鳴ったりとかないですね。ただバランスがいいかも。タイトルマッチ前は喋んないですね。もう一切部屋も別の部屋でずっと困ってます、やっぱもし私がレフリーするかもしれないっていうのもあるんで、でもう自分の部屋にこもって DVD 見たりとか、まあイメージトレーニングをされてる時はもう私もその部屋には入らないです。そうさ、あれですよ、多分タイトルマッチの時って狂気の使い方とかいろいろ考えてるんですか。なんかずっとその海外の試合とか、まあ大日本の過去の試合とかを見てるのは、うん、後ろからこうチラッとは見たことあるんですけど、でもその部屋にも本当に鶴の恩返しだけど入れないんだよね。狂気一生懸命作ってる。だからもうそういうところはもう入らないようにしてます、常に。だからもう全然プロレスの話は絶対しないですね。相当いろいろ仕込みしてるんですよ、多分ね。ああ、なんかあんまりそういう、多分ね、あの酒飲んでる時しか見てない。そうですよ、ほんとそうですよ。酒飲んで音外してカラオケ歌ってる時しか見てないんで、もう分かんない。ちなみにあのちょっと次の話題いきますけど、はい、あの美香さんがプロレスを見始めた、もともとはプロレスが好きだったんですか。父親が好きで、ああ、はい、なるほど。それが一番多分最初に初めて見たプロレスだと思います。最初は何を見てらっしゃるんですか。一番最初に連れて行ってもらったのが、うん、なんかスーパーの空き地で全日本プロレスで、うん、多分タイガーが三沢さんだった時だと思うんですけど、はい、かっこいいと思って。あ、三沢さんになってた時、三沢タイガーの時ですね。あ、タイガーさん、タイガーマスクが三沢さんだった時だと思うんですけど、はい、いや、かっこいいなと思って、うん、でもその時ちょうど多分夜の8時とか皆さんテレビやってる時だったと思うんですけど、うん、もうこれ言ったら年分かりますよね。いや、バラしてますからさっき。はい、そうですね。で、それであの見てて、でそれからだいぶ経って、うん、地方紙で働いてたんですね。で、地方紙のスポーツ部っていう部があって、でそこで記者さんだったんですか。はい、で、カメラをやってたんですけど、でもうそこで3年勤めた時に、辞める時にあの他の野球、フォーミュラー日本、サッカー撮ってたんですけど、うん、プロレスは撮ったことなくて、でそこの編集長にもう辞める前に、あの岐阜に全日本プロレスが来るんで、うん、あの取材に行かせてもらえませんかって言って、編集長が頼んでくれて、それであの写真を撮って、あ、もうプロレスの業界行こうって、そこで決めました。何が魅力的だったんですか。いや、やっぱ
熱き男たちの戦いですよね。もうガチガチして、あの痛みに対して飲んであんだけやるんだと思って、柔道をずっともともと父親が先生だったんでやってて、やっぱスポーツの世界はやっぱかっこいいなと思って、それですね。あと写真を撮ったのは何団体僕だったんですか。もうプロレスは全日本だけで、あとはあのサッカーはその地元なんで、名古屋だったら、中日ドラゴンズと名古屋グランパスですね。はい、そうかそうか、中日と名古屋グランパス、名古屋の中京ですね。はい、はい、そこ の, あのタウン市だったんで。どうしてレフリーになったんですか。 そもそもなんか、はい、プロレスラーもやっていたと、になりた高校生の時になりたかったんですけど、昔ってあの身長がありましたよね。あ、確かにそうですね。で自分160ないんで、その時に165以上だったんです、うん、でまず、まあ、書類で落とされて、はい、そこからあ、じゃあずっとしばらく、うん、ただ見てるだけだったんですけど、あ、でもレフリーもあるんだなっていう選択肢があって、でそれでレフリー、とにかくこの業界で働きたい、はい、入ってみたいって思いましたね。はい、じゃあプロレスはダメならレフリーやろう。はい、見たい、あのレフリーで一番近くでどんなんだろうかなって。なるほど、はい、一番近くで見えますもんね、確かに、特等席、アリーナですね。そうそう、お金で買えない場所です。確かに、もしお金をもらえたからやるって。余計すごい興味が湧いて、アイスリボンで、違います、もう最初からあの大日本でレフリーがデビューしたんですけど、登坂さんが、登坂さんが師匠ですね、師匠って、まあ、社長その時は部長だったんですけど、うん、忙しくて、うん、で自分を見てられなかったんで、うん、自分は道の奥さんにこう出向じゃないですけど行って、結構田辺さんが実情の自分の師匠ですね。田辺さん、はい、今は泣き、はい、もう田辺さんにはすごいもう厳しくもう優しくもう全部教えてもらいました。じゃ あの道のくプロレス、プロレスで、はい、やってました。いわゆる修行したわけです。はい、修行させてもらって。でもレフリングはやっぱ女子だから女子とかじゃなくて、うん、男子の団体とかっていう、なんか選択の仕方ってどうなんですか。女子の団体で女子のレフリーさんはもちろんいるじゃないですか。います。でもせっかくこの業界に入るんだったら、やっぱりみんなに覚えてもらいたいし、名を残したいっていう、あの若き石 のちょっと突っ張りが できるかどうか分かんないけどもみたいな、ちょっといいと思います。姉からの気質でヤンキーが入ってた。あ、姉からの気質でお姉さんヤンキーなんですか。お姉さんヤンキーで、あの日もちょっとあの地元で車ブームやってたんです。あ、なるほど。でそういうのでやるからにはなんか、あの記録よりも記憶に残る人になりたいっていうのがあって、やっぱりその中で男子のレース、あの団体で女子がポンって入ったのが探してもなかったんですね、所属で。あ、じゃあこれはあの記憶に残るなっていうのが一番最初に思ったのはそれです。もうバッチリ記憶に残りました。刻まれました。ありがとうございます。ちなみにあのなんか好きなレスラーが当時いたんですか。あ、憧れのレスラー。その時はそうですね、あのレイ・ミステリオさんとか。あー、レイ・ミステリオ。マスクマンにとりあえずやっぱそのタイガーマスクにあって、ミステリアじゃないですか、素顔どうかなみたいな。サスケさんもそうだったんですけど、やっぱプロレスラーって謎が多いんだっていうので、そういうのであったんですけど、やっぱ小橋健太さんとか、あのやっぱこの業界に入っていく上ですごいいろんな人を見ると、あ、この人はやっぱすごいなとか。小橋さんの時は、あの小橋さんのレフリングしたんですか。ないですね、ご挨拶はしてもらって、小橋さんが名前を覚えてくださってて、それが一番、あの引退された後なんですけど、関本さんとのこう対談があった時に名前を呼んでくれた時は嬉しかったですね。あ、知ってるんだ自分のことと思うんで。小橋さんの工業やレフリングはしたことないですか。ないですね、関本さんのお付きで行ったことは、はい、あるんですけど。でも嬉しいですね、なんか覚えてもらって。はい、やっぱ嬉しいですね。やっぱりあれですか、あのレフリーとしてはなんか目指すべきレフリー族ってのはあるんですか。もういろいろそのあったんですけど、うん、もうテッドさんの教えで、うん、俺と同じ風にならなくてもいい、だから同じ人はいらないんだよっていうのを言われて、だからよくこういう質問あるんですけど、うん、誰っていうのないんですよね、うん、まあ、テッドさんが師匠ですとか登坂さんが師匠ですってあるんですけど、うん、2人の真似はしてないので、うん、同じことをするなっていうふうに教わったんで、うん、だからそんなになんか大先輩たちには失礼なんですけど、誰かと同じ風にはならないようにはしてます。あ、でも
確かに日韓さんですよね、うん、なんか一緒の人になるとその人の方がいいってなったの 君の場所はないよってテトさんによく言われてたので、あだからなるほど、はい、ね、俺と同じことしなくていいよっていうのはずっと言われましたね。いやプロレスラーの人にこういう質問するんですけど、大概そういうのはないって言うんですね。要するに目指すべきレスラーはいなくて、自分がどうなりたいのかっていうことを考えるって、ね、だそれは差別化なんですよね。他のレスラーと同じになっちゃいけないと。そうですね、いっぱい同じ人いてもいらないですもんね。プロレスはやっぱりやっててどうですか。あレフリーをやってて、はい、そのなんか印象に残ってる試合とかってありますよ。これはすげえ試合だったなっていう。そうですね、うん、まあ、足がこうキズマニアっていうのもあって、こうキズマニアキズマチが好きだった。伊藤さんの体なんてもうマニアだらけじゃないですか。そうもう人の体ってここまで来てもあの耐えれるんだっていう傷はもういくらでも見てきたんで、だからその面ではなんか いっぱいあるんですけど、うん、3つそのデスマッチの中で3つ挙げるんだったら、うん、はい、伊藤龍二対バッドボーイ非道のタイトルマッチ、伊藤さんがまだデスマッチやりだして、はいはいはい、その時やったんですけど、ちょうどあの時にはお父さんのバックドロップって映画も ありましたね。一緒にその時にも一緒に撮ってたんで、超満だったんですよ、はいはい、ホールが、はいはい、もうすごい盛り上がって、はい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 、もう非道さんってやっぱうちらの中ではもう FMW でも上の方で、やっぱ海外から戻ってこられてってすごい人気だったんで、だからその人とやってるイメージの試合がすごい、日にちも4月29日だったと思うんですけど、ホールでその試合が覚えてるのと、はい、あとは武田正史対伊藤龍二のあのデスマッチ、伊藤さん絡みですね。そうですね、あの人はやっぱ狂ってますからね。で、あの時もあの試合のスタートもうほんと1分ぐらいで、多分武田さんがちょっとあの見えきりで気合を入れるために蛍光灯で自分の頭を割ったんですけど、割れた破片でまぶたを切ってしまったんです。すごいやっぱここら辺って皮が薄いので、ですごい出血もして、うん、あ人の目ん玉ってこうやって出るんだっていう瞬間があって、なんでこれは冷静なんですよ、人の目ん玉ってこうやって出るんだね、切れて目ん玉が出ちゃったの。そうですね、ここがまぶたがこうハの字に開いてるんで目ん玉がこう落ちてきちゃうんですよね。ほんと薄いあの涙の涙腺の膜だけで目ん玉が止まってて、いやまあ目ん玉落ちるわと思って、でも武田くんそんなにあのハートガラスなんで、こういうのを伝えると試合スタートしたばっかで彼もやっとここまで登ってきた選手なんで、どうしようか止めようかなと思って、でまあ一応伊藤選手に私は今彼の状況の中で今止めようか迷ってるっていうのを伝えた時に、あいつが俺に向かってくるなら止めるなって言ったんで、もうそのまま向かってったんで、そのまま試合は最後まで続行しました。でもそのまますぐ救急車も準備しといてっていうのは全部セコンドに言って、でタオルを持ってきてもらって、片目落ちないように縛って試合そのままやりました。目って落ちる可能性もあったんですか。そうですね、もう涙腺がもう切れちゃったらもう終わりなんで、だってもうほんのちょっとの話ですよね、切れるというのは。ということはこのまぶたで目ん玉と押さえてる感じ。そうですね、薄いなんか涙膜みたいなのがあったらしくて、自分にはもう見えなかったんですけど、ただちょっとこう出てるなっていうのがあって、でも武田には大丈夫だよ、いけるよいけるよってお前ならできるよって一応言っといて、試合中厳しいわ、そう言ってましたね、お前ならできるって、ここまで来たんだっつってずっと試合中には言って、ここまで来た上であいつはもう何試合もデスマッチやってきて、やっと伊藤のところに来たんで、なんか止めるのもかわいそうだなと思って、お前がやるなら止めないよって言ったから、やるって言ったから止めません。すごい感動ですね。この判断って本当難しいですよね。いやもう止めるときは本当止める、植木のときは止めました。あ、だから入っちゃったってね。あ、いやいや、植木が伊藤さんと初めて、あこれで記憶が飛んで、スタンディングで脳震盪でそのまま記憶、立ったまま記憶が止まってたんですよ。立ったままって植木さんらしいですよね。立ってるんですけど人は、でももう意識はないんで、私のことが分かるかって聞いたら、もう言葉もあれだったんで、お前は悲しいかもしれないけど止めるよって言って、その時はもう意識がないんで止めて、控室行ってから泣いてましたからね。でももうお前の安全の方が大事だって言って止めました。なんかレフリーってすごいドラマがあるな。でもあと最後の3つはやっぱ葛西潤対伊藤龍二、トスコのあれはもうお客さんがあんだけしてくれたっていうのはもう思うんで、だからデスマッチ3つはそれで、
ストロングは1個だけなんですけど、はいはいはい、あのストロングクライムってあの一気当選で初めて私がどうしても作りたかったストロングのベルトが今あるんですけど、それを初代チャンピオンを決めるのにっていうので関本大輔対佐々木義人が、あれはあの DVD 見ても私泣いてますから試合後義人の手を挙げるときにもう我慢しきれなくて泣いちゃったら義人もつられ泣きしてなんで泣くのって思って、もうそれぐらいあの感情がすごい入った試合。佐々木さんも相当苦労して、そうですね、大輔の腰痛めちゃって、そうですね、大輔の後ろしか見てなかった人間だったんで、うん、であの時もどうしても社長にもう本当にお金かかるんですけど、うん、お願いしますって言って、どうしても自分が呼びなかったあのサミキャラハンっていう海外の選手も呼んでもらっての、うん、あのトーナメントでストロングで客入らないってずっと言われ続けてて、うん、大日本はやっぱデスマッチだったんですけど、うん、大輔と義人がいればできんじゃないかなっていうのを3人で話した時に社長にあの赤字になるかもしれませんけどあのちょっと考えてもらえませんかって言ったら社長が分かったって言ってくれて、あの興行トーナメントが始まったの。お茶飲んでいいですか？あ、どうぞすごいドラマがね、ありますね。当時も登坂さんですか、社長？社長ですね、はい、社長。やっぱり登坂さんってチャレンジしますよね。頭の回転が速い人ですね、うん、でなんかあのいいところできちんとあのチャレンジできる人だなと思って、あの両国のメインイベント、去年のメインイベントもそのチャレンジした選手は悪いかもしれませんけど、はい、でもある種チャレンジだなと思って、でそれを乗り越えてくるんで、そうですね、やっぱそれがやっぱり大日本ゴルフの強さだなと思いますね。失敗を恐れちゃ何も始まらないですからね。でもこれ久慈さんが言った言葉ですけど、これ久慈さんが言った言葉すごいな。でも武田さんのまぶた綺麗だし、楽しみます、はい、あの終わってから見せますけど、私あの写真持ってますから、ね、あの傷ストックアルバムっていうのがね、傷が好きなんですね、それはなぜにですか？病院行く前にちょっと取らしてって伊藤さんが背中穴開いたやつもちょっと取らして、あのあれでしょ、ペコと刺さったやつ、あれ258針入りました。 258？ はい、先生が途中でもうめんどくさくなってホッチキスでしたっていう、あなんだあの脂肪が出てきた、ここからブルブルブルってあの本当ブランブランって出てたんですよ、こんなん言語作られたって 笑っちゃいましたけどね。ちょっとダイエットできたな、脂肪が取れた、脂肪が取れた、脂肪吸引、吸引本当にすごかったですね。いやもうなんか散々いろいろ話聞いちゃったんで、この後なんか話聞くことなくなっちゃったかな。いやそんなことない、すごいな。今どうですか、全日本プロレスは。やっぱり力なんで、もう自分に対して あの先輩がいるっていうのが今までない分、うん、新鮮ですね。あ、新鮮。やっぱ京平さんがあのちゃんといつも見てくださってて、うん、でいつも試合終わってからこうした方がいいよとか、あのちゃんとご指導もらえるんで。じゃあむしろ大日本にいた時よりもいろいろレフリングについてはもう一からですね、うん、全部違うんで、うん、あの場外カウントの回数も違うんで、うん、どうしても染みついちゃって20って思っちゃうんですけど、うん、10カウントだよとか、うんうん、ありますね。あ、そっか、転換ですわね。それで日本プロレスは間違えちゃうんで、場外転換ですね、場外カウントね。あと、うん、全日本さんって多分、うん、日本で一番ルールの厳しい団体だと思うんですよ。多分テレビも分かると思うんですけど、あのロープエスケープとかあるんですけど、はいはい、基本ロープって握っちゃ反則なんですよ。これはエスケープじゃないって、あの手首から出ない、はい、足もこんなつま先だったら教師さんがよくいつもバーンって蹴るのはダメだよっていうことで蹴ってるわけで、足首まで出ないと、はい、ダメっていうのがあって、だからそういうのもちょっとやっぱり自分がいい加減だったなっていうのが今一からなんで、だから最初はそういうのができなくてすごい怒られました。全日本プロレスってリングが広いんですか？今はないですね。大日本が昔あの北海道にあるリングは6メートル40だったんで、うんうんうん、一番でかいって聞いてたんですけど、大体今6メートル勝負だと思うんです。なるほど。あと全日本はなんかロープの高さが少し高いとかって聞くんですけど、そのどうなんですかね。男子と女子はね全然ちょっと違うんですね。なんか団体の中で一番高いってみんなでかい、でかいですからね。男子のリングでやられるときとか、私らちっちゃいからもう、ね、ここ首が入れそうだったから、ちっちゃいなと思って、あ、そっかそっか、首がこうなっちゃうんだ。全然ロープ持てないですもんね、高いので持てないです、持てないです。この間、3冠
の、はい、石川さんと宮原さんが戦った試合、はい、あれレフリングしたんですか？自分セコンドにあ、セコンドにいた。もちろん、いやすごかったですね、うん、絶対王者って宮原さんが言われてて、うん、ですよね、宮原さんもずっと防衛してて、やっぱりお客さんの中でもやっぱ宮原さんが防衛するだろうっていうか、秀司がどこまでいけるかっていうのもあったんで、うん、でもやっぱ自分と丸山さんはやっぱどうしてもずっと見てきた秀司もいるんで、はい、あ、そうか、丸山さんね。でも私は公平でいないといけないんで、だからどうなるんだろうどうなるんだろうと思って結構20分以上やったんだと思うんですけど、もうああもうダメだって思った時に、主人が勝った時しばらく呆然として丸山さんとえどっち勝ったみたいな、分かんなかったです、興奮して。でもね、石川さんが取って一緒にほらずっとねやっていた人がね、あのチャンピオンになって、参加チャンピオンになって、ちょっと石川さん今花盛りですね。すごいですね、すごい勢いですよね、うん、体も大きいですから、ね、全日本の中にいても全然あの見栄えもいいです ね、 ということで、ちょっとねこれだけ一つ聞きたいですね、あのプロレスはあのどこにその魅力を一番感じますか？やっぱお客さんと一緒に、うん、あのなってやる興行っていうのはすごいなと思って、海外に行った時に、うん、やっぱお客さんがあんだけ楽しんで試合見てくれてると、うんうん、レースさんもテンション上がりますね、はい、やっぱシーンとして見られるよりは、うんうんうん、やっぱやってやるぞみたいな、ああいうのが面白いなと思って、やっぱそういうところですかね。やっぱりなんか一体感ありますよね、はい、プロレスってね。あと人にできないことをやっぱこの人たちはしてるっていうので、やっぱり尊敬、もう全部リングに上がる人は絶対尊敬しますし、何を伝えていきたいんですかね、レスラーって。あ、日川さんはプロレスで何を伝えていきたいの？自分はやっぱりこんな練習をして、うん、こんだけ痛い思いしてるけど、うん、やっぱりリングに上がって、うん、あの戦ってる姿を見て最後笑顔で帰ってもらうっていうレスラーのそのことのお手伝いができたらいいなと思います。最後は笑って帰ってまた来てねっていう、うん、また来て来たいって思えるような、あ、それお客さんが、はい、レスラーがそれを一生懸命すごいやってるんで、うん、それの自分が手伝いができたらいいかなと思います。ということで、ちょっと全日本プロレスのですね、スケジュールをお伝えしましょう。はい、今、日韓選手、日韓さんが、はい、レフリーをしている全日本プロレスですね。大会スケジュールとしまして、7月のスケジュールをお伝えします。はい、2017年、サマーアクションシリーズですね。7.17、開幕戦です。東京コラクエホールですね。これはお昼間の興行になりますね。はい、そして7.19、茨城水戸市民体育館サブアリーナですね。18時30分開始。7.22、静岡キラメッセ沼津、ここよくやりますよね、はい、あのプロレスはね、18時開始ということですね。そして7月23日、栃木那須ハイランドパーク18時開始です。そして 7.26、長野佐久ですね、長野佐久創造館、ね、18時30分開始。そして 7.27、石川金沢流通会館ですね、ここも18時30分。7.28、愛知名古屋市梅雨橋ですね、梅雨橋スポーツセンター、ここ最近よく使われてますね。ここちょっと大きい大会になる予定で、うんうんうん、あ、なるほど、激戦なんですよね、この日にちの前後が。あ、新日本さんもあって、はいはいはい、はい、ちょっと名古屋が、名古屋、名古屋で名古屋連戦っていう、連戦、なるほど、毎日プロレスやってますみたいな。でも名古屋って結構暑いですよね。暑いです ね、 ね、お客さんも、お客さんもたくさん集まるし、はい、そして、最終戦ですね、7月30日最終戦、大阪エディオンアリーナ大阪と、大阪フリス体育会館ですね、はい、第2競技場で17時からということになります、はい、ここは最終戦になります。そして、8月27日両国国技館が待ってるわけです。おー、すごい、今年もやります。これはでも去年もやって、はい、ね、今年もという、これあのシリーズ化というか、ね、毎年毎年になるとまたいいですよね、これね、はい、いいですね、うん、なんか全日本というと武道館なんですけどね。あ、そうやって言われるんですね。そう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 、でも両国なんですね。両国です両国です、お間違いのない、なんか文句あるなって後押し言われそうですけどね。はい、そして、10月21日横浜文化体育館ですね、はい、ここが全日本プロレス45周年記念大会と、はい、まあ、今年がまあ45周年で、はい、秋山社長と大森さんの週、はい、あの記念興行もありますし、はい、ウルティモドラゴンさんの記念興行もやるんですけども、うん、はい、今年はやっぱり久しぶりの分隊なんで、ね、横浜でもガッと、うん、ガッといっぱい来てもらえたら嬉しいなと思います。横浜分隊45周年、はい、10月21日ですということですね、はいはい、ということで、チケットは全日本プロレスの公式ホームページまで、置いてくださいということですね。そこでチケットは買えます、はい、お願いします。
ニッカーさんはあれですか、チケットは受け付けてるんですか。はい、準備も受け付けます。ツイッターで、あ、ツイッターで、はい、書いてます。ツイッターでね、はい、ニッカーさんにもツイッター、SNS で、お申し込みください。フェイスブックでも大丈夫ですか。はい、全然、ね、はい、ありがとうございます。はい、それではですね、テリーコーナーです。テリーコーナー、イエーイ。初めて見る、初めて見る。レフリーの方なんでね、この間ですね、あのお芝居の舞台に出たんですよ。で、まあ、翻訳は全然違う、あのお母さんの役なんですけど、そういう年になっちゃった。お母さん、お母さん、お母さんとなんかです。なんかそんなにプロレスシーンが入ってきて、その時にレフリーやってよって言われてやった。それがなんかもう本当にどう、なんか自分がいつも選手で動いてて、なんか自分が動いてる時はこのレフリー上手いなとか下手だなとかっていうのを感じながら、あ、邪魔とか思うときまだやった。でも自分が自分が一番なんか悲しくて、あの序盤とかのまだそんなにこう試合に動きがない時とかって、どう、今後私がまたレフリーをやることがあったときに、アドバイス、どうすればいいの。ニッカーさんがアドバイス。いや、動画を撮ってた、あの演出が笑い転げて面白いっつって、やっぱこう邪魔にならない位置にはいつもいますね。で、それでいるじゃないですか、はい、もう逆にレフリーの褒め言葉って言われたレスラーにいるかいないか分かんなかったよっていうのが一番の褒め言葉なんで。なるほど。だからもう本当気配を消すじゃないですけど、こうでもなんかそうやって邪魔にならないようにしようと思って、うん、これでまだ動きもないし、特にほら舞台なんて狭いじゃないですか、はい、だから余計にいろいろどう動くか全然分かんなかったね。したらなんか悪目立ちしないですなんかそのなんかドーンって言って逆に目立っちゃったねああいうのって何なのかなと思って、やっぱりでプロの方に聞かないと思って、いや自分は普通になんかレスラーと回るの逆に回れっていうのはありますけど、でも逆にも、はい、でも基本リングの中は、まあ、舞台ちょっと分かんないですけど、リングの中にいる時は足はもう常にカメラマンさんの邪魔にならないようにいます。あのリングサイドのカメラと、あの八ミリとか侍さんとか、はい、ガウラさんの邪魔にならないようなところで、あのいつも立ってます。その時はただ立ってればいいんですか。立ってなんだろう、あれだしでもね、なんかレフリーの人ってあの一箇所でずっと立ってるとやっぱりその方角のそのお客さんがそう邪魔になるんですよね。あ、なるほどね。だから常にやっぱり動いてはいるんですけ どう自分がどうしてるか今分からないどうしてるかなみたいなとか、なんかホールって植えた時に、うん、なんて言うでしょう、ホールなん、ま、回ってこう座る方とか、ね、ああいうのってなんかそのアクションがね、やっぱ選手がやっぱり頑張ってるから、それをこう試合を盛り上げる意味でなんかなんてね、ちょっと大きくやったりするとかあるんですか。なんかそういうなんか自分はそのまあ3歩で動けって、基本は3歩で動いて、その選手の左肩、本当は左肩なんですけどカメラがあるとまあ違うところで叩いたりしますけど、あ、左肩を見るんですか。左肩ですね。だいたい右からこう乗ってキックアウトされたらぶつかっちゃうんで選手に。だから選手とぶつからないところで。なるほど。はい。いやなんで大きく叩くかって、まあ自分チビなのもあるんですけど、座ってるお客さんってだいたいサードから上しか見えないじゃないですか。下でこんなん叩いてもなんかわかんないじゃないですか。音がまあ鳴らなかったりする。だから思いっきり手は引きますね。そうすればあの。セカンドから上に手が出れば後ろの人も手が上がってるのは見えるので、今が1回目、2回目って分かるようには叩いてます。あの音の出し方とかあるんですか。あ、でも最初全然ならなくてテッドさんによく怒られました、ね、でも自分でも何回も叩くしかないよって言われて、はいなあの立ち位置とか、それからこの肩をついた時こうパッて回ってワンツースリーってあるじゃないですか、はい、あの位置取りっていうんですか、はい、あれはやっぱりちょっと素人じゃできないですよね。いやでも全然絶対できない。自分も全然ですけど、カメラをいつもどこにいるかその法律前に見てます。あの例えばギブアップの時なんか、はい、あの誰だっけ、あの城樋口さんがこうやってたじゃないですか、こうやってギブアップでもギブアップしないって言ったらもう反対側の人にあもっと引っ張ってやれって言います。
あ、決めろ決めろって。あ、決めろ決めろって。はい、もうこいつギブアップしてないから、うんうん、あとそうしないとあの勝負ならないんで、うん、こいつギブアップしてないよって言ったら、あ、もっと引け引けって言います。こっち側の、あの、引いてる方に。はい、教授さんも多分言ってると思うんですけど。煽るんだ。はい、煽りますあります。もう決めろよって、こいつギブアップしないからみたいな感じで、ずっとそれはいつもあの昔から言ってます。それは我々に伝わってこないもんね。マイクがついてたら面白いのよ。あ、でも今度マイクつけてやったの？いや、そうなのに。決めろ決めろっすね。海外はあのインカムつけるのと一緒で、うん、もうあれついてると本当気になってしかないですよね。でもそうですね、インカムついてなんかやるときってダメですね。だから WWE って昔はインカムつけてやったんですよね。あ、NXT もインカムつけてますね、うん、面白いなぁ。勉強になりますね。勉強になる。テルリンコーナーなんですけど、大丈夫ですか？私のコーナーはこうゲストの方に何か聞くだけ。私の中で今日それが聞きたかったです。私は何がいけなかったんだっていうこの反省を。ちなみにニカさんお酒強いんですか？どうなんですかね。いつも伊藤さんと勝負するんですか？いや、勝負っていうか普通にまあ飲んだり、自分はあの、うん、送ってくっていうか、あの帰りへ連れて帰る風だったら飲まないんで、まあ、でも伊藤さんも出来上がってる時にしか私たちは会ってないんで、テレビに。あ、そうです。あ、なるほど。ついにもう出来上がってる時に会いに行ってるんで、いっぱい飲めそうですね。いっぱい飲めそうですね。大体記憶なくしますからね。はい、そういうことで、そろそろお時間でございます。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあもう最後にファンの皆さんメッセージいただいて終わりしましょうか。あ、なんて言うんだろう。あ、あ、あ、最後これがあるぞ、これ。お前の賭けをぶつけてください。そうそう、ぜひ見に来てください。ぜひオブロイス見に来てください。はい、よろしくお願いします。はい、ということで今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。いきますよ、いきますよ、いきますよ。はい、プレゼンスキー、大将、ありがとうございました。サブミッション。